じゃあプロもあげるよ。はい。お、ありがとう。あ、むしゃむしゃ、むしゃむしゃが来た。よーく来たな。どうも、オリちゃんです。無料です。二人合わせてオリちゃんです。はい、というわけで今回はね、うん、まあ、みんなも知ってると思うんだけど、あのマイゼンシスターズさんの1億円の家を建てるっていう実況があるんだけど、それの完全再現をやっていきたいと思います。うわぁ、すごい。そう、というわけで今回はね、マイゼンシスターズさんが実際に実況で使ってたこのワールドに来てね、1億円の家を建てていきたいと思います。いいね。というわけで1億円の家がすごいと思ったら、みんな高評価チャンネル登録よろしくお願いします。絶対押してください。さあ、それじゃあやっていくか、プロ。オッケー。まあ、まずはね、このポストにお金が貯まるらしいから、ここのお金を取って家を建てていく。なるほど。家がね、4段階か5段階ぐらいあって、最後の家以外はね、全部こうやって課金で完成させてたから、ここも再現していきます。すごい。さあ、やっていきます。これね、一気にできるんじゃない。さあ、どうかな。おお、できた、できた。なんだなんだ、ほら。うわ、かっこいい。いや、可愛いんじゃない、どっちかというと。じゃあちょっとルームツアーしていこう。オッケー。まあ、実際にこうやってね、部屋を見てね、楽しんでいく。うわ、なんだなんだ急に頭乗られた。どう、プロ。あ、可愛い。待て、プロ可愛いな。あ、ちょうどいいじゃん。あ、大きくてハマって取れない。挟まってんのかよ。まあ、でもちょうどいいね。誰か入ってきた、怖っ。勝手に不法侵入だ。待て。で、ここでね、水が出せるんだ。お、すごいすごい、本当に水が出るよ。うわ、ドブ水だ。いや、ドブ水出てんだ、これ。最悪だ。まあ、最初の家だからね、ちょっとクオリティが低いのかも。あ、なんかね、果物もね、食べ散らかしてる。あ、すいません、散らかしました。いや、踏まないでもらえます？いや、空気満々だ。あ、で、こっち出口か。お、でもね、乾燥機とかついてるよ。ほら、結構いい洗濯機だ。本当だ。なんか喋ってる。わかんない。何語だろう。不法侵入だ。ダメだ。おまわりさんだ。こっちは。お、ベッドだ、ベッドだ。プロも、ほら、寝れる、寝れる。お、寝た、寝た、寝た。ちょうどいいね。これ、プロの部屋にちょうどいい。で、こっちはクローゼットだ。お、すごい、すごい。いろんな服が置いてある。かわいいね。で、こっちは。あ、トイレ、トイレ。プロ、トイレ行っとかないと。あ、こんにちは。おしょ。いい、足ごとはまってる。ちょっとトイレ、トイレみんなに覗かれてるよ。恥ずかしいです。で、こっちは、おお、ここは入れない。あ、で、こっちはもう一つの寝室かな。あ、じゃあ二つあるね。ちょうどいい、ちょうどいい。また寝てる。よし、じゃあプロ、こっちに出口に出てきてくれ。おお、出てきた、出てきた。かわいい。いいだね。これでも結構いいけどね、このレベルアップってやつだね。そうなの。これ待って、お金結構いるな。おお、待って、あ、お金貯まってた。よし、じゃあ、ちょっとここのお金を取ったら、ちょうど3万ドル貯まったからね、レベルアップしていきます。うわ、楽しみ。さあ、この家でも十分良かったけど。おお、ほらほら、さら地になった。本当だ。これもね、一気に建てます。これもね、マイゼンさんは課金に建ててました。さあ、やっていこう。おいしょ、すごいとこにいるけど大丈夫か。おお、できた。うわ、おお、待って、プロが中に入ったままだ。ちょうどプロを真ん中に立っている時に出来上がったからな。じゃあちょっとプロを探しながらやっていこう。というわけでね、みんなも一緒に探してみて。もしかしたらどっかにプロが映るかも。ぬいぐるみとかね。あ、あ、取れた。うわ、かわいい。犬のぬいぐるみだ。これ後でプロにあげよう。絶対喜ぶ。タコスもあるんだ。I love you. え、え、え ?I love you.I love you って言ってる。かわいい。いろいろ道具取っとくか。おしよし。お、銃もあるね、これ。カラーボールね、すごいすごい。これで遊べるのかな。また不法侵入だ、小次郎。おしおし、どうした。なんか知らない人来るから。お、キッチン広。で、こっちが、おお、すごいすごい。これはテレビだ。お、でっかいな。で、ここは外に出れるのか。おお、すごいすごい。プールもあるな。いい、怖い怖い怖い。不法侵入だ、泥棒だ。おし、ペイントボール。どうだ。うー、怖い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 。お化けだ、お化けだ。ゆっくり来た。なんだこいつ。怖いぞ。さあ、おし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 、なんとか撃退した。うふん、なんだ。お、こっちか。お、プロ、何してんの。あ、すいません、お腹の調子良くなくて。あ、そうなの。まあ、とりあえずそれ流してこっち来てよ。オッケー。おいしょ。ほら、いいだろう。うわ、いいな。どれどれ。
ふんくん、うわ、臭っ。臭いのか。こっちこっち。さあさあ、こっちでね。おお、なんだこれ。めっちゃ部屋がある。4つぐらいあるな。うわ、待って。めっちゃおしゃれだよ。めちゃくちゃ広い部屋だ。うわー、いいね。広々よ。これは広々でしょう。すごい家だな。でこっちはトイレ。トイレ広。やばすぎるでしょ。で、これはね、透明のね、シャワーね。あ、浴びてる浴びてる。浴びてるけどこれ丸見えだぞ。冷た。冷たいの浴びてんのかよ。さあ、二人でプールに入ろう。せーの、おいしょ。覚えてないそれ。喋れてないな。プロは水の妖精だから喋れないけど窒息はしなみたいだね。なるほど、よくわからない。というわけでここでお金を拾ってレベルアップしていきます。おお、来た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 。さあ、というわけで3段階目のお家ができました。うわー、広い。これでも十分1億円ぐらいありそうだけど。おし、じゃちょっとルームツアーしていこう。いいね。お、広っ。待って、玄関から入ってないけど。うわ、広いな。リビングこんなに広いの。広すぎる。おっ、ちょっと、お、なんか見てるな。何も映ってない。あ、瞑想してます。ね、こっちはキッチンだ。あ、キッチン火燃えてる。本当だ。あ、あ、高い。いや、燃えてますよ。なんかめちゃくちゃ危ないんだけど。みんなは真似しないでね。はい、しないでください。さあ、ここクローゼットか。あ、1階にも寝室がある。ここ丸見えだな。カーテンも何もない。はい、ミシルスタイルです。あ、ミシルスタイルね。こっちはトイレで、ここはクローゼット。あ、こっちは書斎か。こっちも行けなかったな。それじゃあ2階上がっていこう。オッケー。さあ、2階に上がっていきます。うわー、すごい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 。うわー、綺麗。故郷思い出すな。故郷。そう。あ、母ちゃん。え、絶対違うの、これ母さんじゃねえな。さあ、うわー、なんか可愛いのがある。ロディじゃない。あ、ロディってやつに似てるな。確かに確かに。あ、乗れるんだね。もうね、踏んでるだけだし。踏んでるだけかよ。じゃ、こっちは。あ、広っ。めちゃくちゃ広いよ。どうかな。あ、プロちょっと隣で。あ、寝れた寝れた。これいいね。二人で仲良く寝れるよ。本当だ。こっちはなんだ。あ、こっちも寝室だ。寝室多いな。さあ、こっちは。こっちも寝室だ。寝室だらけだ。あ、でも外からプールが見える。すごく広くなってる。本当だ。これはいいね。ちょうどいいよ。ほら。わ、やった。あ、これ深さもちょうどいいね。はい、気持ちいいです。ここでくつろぎながらピザも食べれる。おいしょ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 。ちー、食べにくいな。おいしょおいしょ。プロも、プロもあげるよ。はい。あ、ありがとう。あ、むしゃ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 むきた。これでね、とりあえずルームツアーはおしまい。それじゃあレベルアップします。いいよ。おいしょ。うわー、広。待って、本当だ。見える、これ茶色いとこすべて土地だよ。そうなの。そう。うわ、すごいすごい。じゃあこっから先は作っていきます。まあ、こんな感じでね、踏むと出来上がっていくんだよ。そうなの。そうそう、ほらほらほら、本当だ。こっちもね、ドライブウェイ、ほらほらほら、車の走る道ね。おお、すごいすごい。入り口かな。こんな感じでさ、お金を払ってね、どんどん立てていくと。うわー、かっこいい。かっこいいでしょ。で、こういう感じで立てて壁も作って、おお、すごいすごいすごい。どんどんできて。すごい気持ちいい。プロを、あ、なんか閉じ込められた。ちょっと待って、ちょっと待って、これやばいな。あー、出れた出れた、びっくりした。さあ、階段の壁ね。こっちで車を置けるみたいだから、ちょっとね、車置いていきたいと思います。さあ、というわけで前前さんたちが買ってた車、このね、車を買います。そうなの。さあ、買います。これで買って、さあ、こんな感じでね、前前さんと全く同じの配置にして。わー、すごい。さらにこれを赤く塗装すれば再現完了だ。これでね、マイゼンさんたちと全く同じの車の並びになりました。ちょっとプロ待って。どうしたの。いや、肩にプロ乗ってんだけど。あ、それ今抜け殻だよ。抜け殻なの。そうなの。じゃ、そういうことにしとこう。こっから先はね、建物を建てて残りの再現をしていこう。さあ、じゃあ壁を作っていきます。もうどんどん壁を作ってね。あ、なんかなんだ、とこっちか。次はなんだ、こっちか。なんかどんどん中に入れない。全然中に入れてもらえない。本当だ。おいしょ。いや、無理やり入った。いや、こっちで壁を完成か。待って、これ。これだけでガレージなんじゃない？そうなの？めっちゃ広い気がするんだけど。さあ、次はこれドアの枠ね。ドアの枠をさあ、これ天井を作って。おお！天井ができると急に部屋っぽくなるね。
ガレージのドア。おお、何これ。待って、お金が足りなくなってきたんじゃないこれ。さあ、安いところから完成させよう。まあ、こんな感じで、お金がない。どんな。さらにお金を補充。さあ、じゃあ、ここを作ってみよう。天井。おお、できた、できた。天井、照明。おお、ここはなんだ椅子と。おお、これシアタールームじゃない。椅子が1個しかないけど、これで買えるな。いや、お金が足りないな。今は1つだ。だいぶなんか、だいぶスクリーンと近いけどね。あ、光見にくいよ。おいしょ。おお、座った、座った。じゃあ、ちょっとね、時間かかるから、じゃあ、プロはもう映画見といてもらおう。オッケー。わ、楽しい。いや、何も始まってないんだけどな、まだ。さあ、というわけで、じゃあ、ちょっと、お金がね、貯まるまでの間、うろうろしつつ、プロには待っといてもらおうと思います。あ、面白い。やっぱ笑ってんな。さあ、というわけで、50万ドル貯まりました。プロはね、夜でね、もうね、寝ちゃったから、今回ね、ちょっと俺一人で、ちょっとずつ作っていきたいと思います。さあ、階段どうだ。お、上がれる上がれる。この階段で、木。あ、木が生えた。木にもちゃんとお金を払ってね。フロア、柱。お、これもしかして2階かな ?2 階、手すり、手すり引く。壁。お、何これ。お、エレベーター。すげえ。エレベーターがあるぞ。呼べるのかな。まだ呼べません。順番にやっていこうか。そ、ここなんだ。お、何これ。柱ね。柱、テレビ。お、デスク。これもしかして。うわ、これ。うわ、すげえ。実況部屋だ。うわ、めっちゃ羨ましい。さあ、というわけでこんな感じでね。なんかビリヤード台いらないな、これ。これ狭いな、ビリヤード台があると。さあ、こんな感じで、お、照明も作って、オッケーオッケー。すげえ、ゲーム部屋の完成だ。これはね、憧れるね。さあ、みんなが応援してくれたら、俺もいつかこんな部屋で実況できるかもしれない。応援よろしくお願いします。さあ、というわけで、ドアのワークも作って、ドア、おー、できた、できた。うわ、かっこいい。未来的すぎるだろ、これ。これすごいな。ゲーム部屋ができてね、もう速攻ゲーム部屋だな。で、こっちは壁。こっちももしかして、そういうこと？あ、こっちはなんかわかった。あ、子供部屋だ、これ。これ、プロ帳の寝るのにいいな。なんか背中から昆布が出てる。なにこれ。塩昆布出てる。はい、というわけで今回終わるつもりだったんだけど、もうお金がなくなってしまったのと、プロも寝ちゃったからね。次回、お金を山盛り貯めて、残りを作っていきたいと思います。そして次回はね、サプライズでブルーに出来上がった1億円ハウスを見せていきたいと思います。はい、というわけで次が楽しみと思ったら、みんな高評価、チャンネル登録して絶対見に来てくれよな。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、またな。